俺もちょっと昔思い出しながらやってる感じですね。懐かしいなと思って。こっから脱出するんだよね。なんかで脱出するんだよね、確かね。王子も一緒だったか。脱出するところとかはついてねえのか。でも簡略化してるんだとは思いますけどね。ある程度簡略化して。今日の人狼ゲーム忙しくて出してなかったみたいだな。忘れてたわ。人狼ゲームの後半の部分作っといてあったんだけど。
こんな感じだ。まあ、多分こんな感じ風だったと思うよ。ファイブもざっくり。
や、もちろん、ダンジョンとか進まなきゃいけない。まさか自分の子供がいたとは思わなかっただろうな。乗っ取られたんだろうな。
懐かしいな、ドラケン5やりたくなるな。あ、やりたくなるわ、ドラケン。三章くらいが結婚の手前ぐらいなのかな。二章はまあ青年期みたいな感じです。三章ぐらいが結婚するかしねえかのあたりか。こんな感じの流れだったんだろうね。かなり忘れてる部分があるけど、こんな感じだったんだろうな、ファイブな。昔で覚えてねえけど、覚え出せなくなっちゃうけど、大まかなあたり、偽対抗とかこんな感じだったかどうかは忘れちゃったわ。こんなフラダンスな感じだったかは忘れたけど、多分こんな感じで出てきてたんだよ。平和になったな。ヘンリーが継ぐんだったっけか、これ。出たな。その辺はまあ。あ、たす、こんなものやったか。
りあえずモンスターのこれ。ショーが終わる前に。やって港、港行けば終わるのかな、それともまだ続くかな。低燃費1。結構前の多分あれ。本当は。これ懐かしいよね、ドラクエ5ね。歴史を遡るっていう点でも。これでもざっくりだからね。まあレベル上げとかダンジョンとか行くとかはもちろんあるから。それでもざっくりだけど、ざっくりだけど、まあこんな感じなんだよ、多分。完璧には思い出せない部分はたくさんあるけど。タルで修道院を出るとかは覚えてるわ。タルで修道院じゃない、タルであの神殿出るわっていう。覚えてるし、子分は親分の言うこと聞くもんですっていうセリフだけは覚えてるわ。ああ、確かにね、本当に細かなところは忘れてるのが多いんだけど、これはあのキラーパンサーでしょ、ボロンゴ。あ、そういうカスタナが覚えてるな。多分ボロンゴでしょ、多分。10年経った。
あ、こんにちは。こんにちは。懐かしい。ちょっとあれ思い出しながらイベントやってましたね。難しいなぁ。でも、忘れてる部分は結構あるんですけどね。もう、やっぱりもう何年も前にやれて、もう10年、20年経ってたらそりゃ、忘れるけどね。途中のあれはなかなかあの途中だからね、やっぱり完璧には覚えてないですね。早くも、一人目、というか、結婚相手のもう一人目に出会うとは。こんなだったか、こんなに早かったか。こんなに早かったか。町にいたっけ？町でも、町でもここのあれが、まあ、いろいろ割れたんだろうね。フローラ派かね。ピアンカ派かね。今だったら3人目もいるらしいからね。ああ、私もね、一旦ね、スクエニアカウントや、連携してなくてね、データなくなりましたね。1年半前になくなって、ちょっともうやる気なくなってないって言ったけど、アンドロイドがね、当時ね、4とか5で、かなりもうね、ボロボロのアンドロイドでね、普通に星ドラやっててもバグるとかだったけどね、だからもう、スマホゲームってこんな遅いもんなのかなと思ってたら、ただ単にね、今ね、アンドロイド10くらいに変えたらね、最近、普通に使えたっていう。アンドロイドがね、古すぎてね、古すぎるアンドロイドはね、ほんとゲームがね、動かなくなったりね、すぐね、あれだよ、一旦おかしくなって、もう一回起動しなきゃいけなくなりました。多分デボラが、これの妹なのかわかんないけど、フローラの。デボラっていうのが3人目らしいな。あ、姉か。この辺は俺詳しくないんだよ、デボラに関しては。俺2種類パターンで結構、やりましたね、2種類パターン。結婚する前のデータ作っといて2種類でやったかな。うん。ビアンカとフローラって。周りのなんか状況がなんか違うって感じじゃなかったっけかな。フローラと結婚したらビアンカが街、村行くと寂しそうにしてるとか、なんか周りの状況が違ってたような気がしたな。ビアンカと結婚したら、まあ村の人たちはまあ、幼馴染み同士だからお祝いしてるって感じで。こっちの方は特に影響なくて別の人と結婚したようなフローラが。なんかそんな感じだった気がすんな。なんかね、デボラだわ。デボラが3人目だね。姉なんだね。スーパーファミコン版にいたかどうかも、俺は知らん。あ。フローラと結婚したらちょっと資金的に余裕があったっけが。確か。ちょっとだけ。その辺がね、完璧には覚えてないけど。スーパーファミコンじゃなくてなんか DS とかスマホとかだと、あれなんでしょ？うん。もういきなり結婚前のところまで行くんだ。第三章まさかの結婚で決めろっちゅうの。デボラパターン知らないから俺デボラにするかもよ。デボラパターン知らないのよ。まさかのデボラすると思うよ俺も。デボラパターン知らないから。うん。でも全アップでいいけど、広がったなってか、2章結構あれだな。こう。5章、4章5章ってまだ続くのに、まだこんな、北の世界があるのか。結婚してから、
子供が、てん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 、実は、どこに勇者がいるんでしょうと思ってたら、てん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 っていう。あ、おはようございます。そう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 、昨日の6人、やばかったね。俺ちょっとね、接続が不良になってしまったんだけど、3番ってやばいね。反省会は聞けた。俺ロビーなんだけど、なぜか聞けた話は。3番ってやばいね。点差ミスして、点差ミスしておいて、俺が悪いの一点張りだからね。自分が、だって昨日のはね、女性の占い師さんがもうミス連発だからね。毎週連発だからね。二日目なんて占い先がおかしいっていうので、誰がどう見てもわかるし。で、初日なんてもう騎士がもうわかるくらい、ちゃんと精査してないし。二浪とか上げてないし、二周目もね、なんかね、変だったんだよ。なんかミスがあったんだよ。説明しようかと思ったんだけどね、バグっちゃってもう無理だったけど。もう本当に、精算ミスするような人ほど自分が正しいと思ってっからね、ミスって間違ってて、あの反省会だから、あの反省会の言葉だから、もうやばいと思うよね。ミスしたら、ちょっとは自分が悪かったって思わなきゃいけないのに。そう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 。あ、あれ無理だよ、あんなの。あれ、結果見て、自分が悪かったって言わないんだもん、あの人。言わなくてもいいけど、心の中で思ってないことが問題なんだよね。だから多分同じミス繰り返すんだよ。人が悪いの一点張りだからね。二周目もね、なんかミスしたよ、あの占い師って。まあ、占い先とか見りゃ一目瞭然だし、僕ら人外なら3番に黒打つわ。その方簡単じゃん。ああ、ありがとうございます。本当わかんない人たちっていますよね。なんか、アンドロイドの方の不調だから、なんかもう安い iPhone でも買おうかと思っても、昔のやつでもいいから、いや、まあメルカリでもなんか。で、ちょっと1週間ぐらいでなんかもうパパッと調べて、とりあえず、人狼ゲームするようなのためだけの。ちょっと時期が良かったら、なんか片落ちになっている12とか、SE 第2世代とかが、なんか、MNP やれば安かったとかっていう。別に MNP でも良かったんだけど、もうしょうがないから、ちょっと激安なの買って、格安シムを5ヶ月だけつけようかなと。多分ね、アカウントが僕のは結局 Android 使ってる限り、どのアカウント使っても。あ、そうなの？ああ。ああ、そうなんだ。7ぐらいなら、ああ、そうなんだ。でもね、人狼プレイヤーってね、Android じゃなくて iPhone 多いね。多分ね、Android の人だけはね、僕のバグがすごいわかる。やってみるとね、あれ？全然バグってない人たち多いなと思うと、多分 iPhone なんですよ。多分聞けば多分ほぼ iPhone だと思うんですよ。バグってない人。だから、驚きというかもう、ですよね。なかなか。まあちょっとしてから人狼やろうかと思ってけど、まだバグりそうだから。ちょっと調べてみないとな、どう。だから、セブンとかだと、まあ普通のネットとかでも1万5000しないのかもしれない。メルカリ見てたけど、やっぱり安いね。
ああ、やっぱりそっちだ、そうだね。だからね、探してみるのは一つの手だよね。うん。昨日シーン。まあちょっと探してみるのも一つの手だよね。だからもう本当に誘惑ももしかしたら同じような原理で作ってんだったら iPhone の方が安定して、iPhone が安定して、あれしそうだよね。iPhone。うん。みんな iPhone 使ってんだなってことが分かりましたね。人狼の人たちって。たまたま iPhone が人気あって使ってるのがたまたま問題ないから、もう女性の占い師が平安村で俺が接続、騎士で接続切れてて、この人何なのって言われたけど、多分 iPhone 使ってるから分かんないですよ。うん。多分 iPhone は方が多分人狼やるんだったらこれから多分誘惑でも、誘惑はサーバーが違うらしいから、なくならないらしいんで、なくならないらしいだけどね。まだわかんないけど、多分サーバーが違うんだったら、でも同じ原理で作ってんだったら、でも2だけ違うのかな？ 2 だけ iPhone と Android でちょっと違う風な仕組みで作ったせいで、Android 派の人たちもうどうしてんだろうね。うん。だから、ちょっと調べないとなと思って。うん。だから、しばらく、夜はもうしょうがないからジャッジメントとかやってたんですけど、時間が短い6人とかならギリ大丈夫なのかなとか思っちゃったり、大丈夫な時大丈夫なんですよ、初戦みたいに。ダメな時はもう頻発してやばいんですよね。だいたいなんか2周目くらいの発言ターンでやばいんですよね。うわーってなるんですよ。もうずっと続くんですよ。ネット接続不安定って、ネット接続不安定って。昨日、初戦がもうね、何もなくてね、久しぶりにストレスフリーでしたね。あら、うん。うん。何にもなかったんですよ、珍しく。あ、これ大丈夫なんだと思ってたら、2試合目からバグり始めて。やばいやばいやば、いつの間にやら結婚イベント。え、デボラじゃないの？早っ。リング集めて結婚ってやつか。結婚って結構早めに行くんだな。で、結婚。で、子供ができるまでの間の話？どっちかな。お、デボラしかない。デボラ一択。あ、俺ね。はい、また、はい、やりましょう。ちょっとこれ終わったら、ドラクエタクトの方もちょっとさらっとやったら、やろうかなと思ってるんで。あ、俺ちょっとデボラにします。スーパーファミコンの時にいなかったんですよ。最近この人はね、フローラの姉らしいんですけど。だからね、これデボラ版知らないんですよ。はい。まあ、ちょっとイベントのだけこなして、イベントこなしとかないとなんかスタミナ使うところがないから、使っといてっていう感じですね。まあ、ただまあ、ゆっくりですね。星ドラも装備多分取れなくなっちゃうから。行き詰まっていくけど、まあ、そこそこは、イベントで でもマルチがあるから、まあ、いざとなればなんとかなるけど。ああ、デボラ。知らないから。デボラ一択。ああ、見たことないから。一応、DS か、スマホの方が手軽なんだろうな。DS は DS 買わなきゃいけないからね。デボラ版見たことないんだよ。ビアンカとフローラは、知ってる。やったことがある。2種類やった。この辺のところでセーブしといて、2種類パターンやった気が、やったからね。
やったのは確実。完璧には覚えてないけど、どんな感じかは。デボラ版をちょっとね。一応、いや、ドラクエ5やりたくなるね。いいね。こういうイベントやってればね、ほんとね、ドラクエ5やりたくなるわ。懐かしいわ。知らない人はね、やった方がいいよ。革命的だからね。3人だったかな？パーティー3人だよね。だけど、あれで仲間にできるからね。モンスターを。どんな感じなんだろう。やったことは、これはまああんまり完璧には見えねえけど、なんか、主人公なんかすげえ強気で引っ張りそうな。おう。3時間分ぐらいの戦闘のやつは 17% だな。ちょうどいいんじゃない？これの2章がどれだけ続くか知んないけど。2章で結婚だから3章で普通にあそこの神殿まで行くのかな。どうせあの地下の世界もあるからな。地下の世界だったか上空の世界だったか地下だったかの世界もあるはず。この地上か地下か、あ、天空か地下かあったはず。これ何章まであるかによって変わると思うけど、青年期前半みたいな感じの。うん。結構、まあ、後で見とくわ。あの、人狼のあれがまだ、19%だわ。どうしよう。第2章、スゴロク上はやんないとね。なんだろうこれ。三章も見とく？漫画ない方式。なんかわかんないけど。やっぱ。伊賀型パネル。え、回れねえのこれ一周。ダメえぞこれ。お、8が出た。よかったよかった。まあとりあえず。暗証あるな。もやった方がいいんでしょうか。パターンだな、これ。章だけの方がいいのか、これ。もう見て。
弁当進められるだけ進めとくか。明日できないかもしんないからね。コンスタントにできると限らないから、できるときにやっとくのが鉄則だからな、勝負の。勝負師の鉄則。というか、イベントこなし人としてね。イベントで、これ、こなしていけば何かなの？このポイントを貯めてどこ？やっぱ寝るの。これ何？やねー。これ何？この会員。隠された財宝。食の秘宝。財宝って大事な。銀の。メダルでいいんじゃない？なんかで使うんじゃない？メダル。もしトイレ行ってこよう。第2章。